はい、どうもアニメリアクターの財前です。今回ですねやってきました、外ですけれども、まあ、多分カンヌイガルなら、まあ、外に出てるということは、まあ、映画のレビューだというふうに気づくと思うんですけれども、そうです、映画のレビューです、やっていこうと思います。そんで今回見ていく映画っていうのがバイオレット・エヴァーガーデン、アニメ映画見ていこうかなというふうに思います。もう確か例のウイルスの影響で延期してたんだよね。でその延期が続いてやっとこの日に公開されるということなので、ぜひともチェックして楽しんでいこうと思います。でこの動画は完全にネタバレなしでレビューしていくので、もしね見ようか迷ってるよっていう方はぜひとも参考にしていただけたらなというふうに思います。まあこれから見て帰ってあれが良かったこれが良かったといろいろレビューしていこうと思います。でも本当にマジ楽しみで、昨日の夜深夜にね外伝の映画をもうツタヤを何件も回って DVD 探したんですよ。どこにもなくて本当に探して深夜に外伝をチェックして、今に至るということなので、もう本当に今ねバイオレット欲がすごい高いからマジで楽しみです。はい、見ていこうと思います。行ってくるぞ。はい、どうも財前です。戻ってきました、見てきました。やばいっすね、目腫れてる腫れてるわかんないけど、もう号泣してしまいましたね。これはやばいなまあなんか劇場にはもうなんか本当に老若男女の問わずいろんな方がいらっしゃってて、詳しくは後で話すんですけども、みんな泣いてましたね。なんかこう鼻をすする音とかっていうこの涙をこう飲むような音がすごい途中途中周りから聞こえてきたりとか、まあ、それだけ破壊力のある映画だったんじゃないかなというふうに思います。いやもう本当にいろんな人がいた。公開日のしかも朝一発目よ、なのにめちゃくちゃ人がいた。まあなんか映画館の方もねすごい配慮していただいて、まあ間隔空けてはいたけど、多分それでも埋まってたんじゃないかなっていうぐらい人はいっぱいいました。でもカップルがいたんだよね。こっちはさもう愛してるの意味わからないまま来てんのね。なんか私演技ってねっていうような人が いるんだよ本当に。これやばいことですよ本当に。ということで、まあそんな感じで、とりあえず一旦帰ってレビューの方をしていこうと思うので、お待ちください。行くぞ。はい、というわけで帰ってきたわけなんですけれども、まあやばかったっすね。もう帰り道ずっとこう考えて、あそこ良かったここ良かったって反芻するぐらいすごい良かった映画でしたね。マジでやばかったな、本当に泣いてしまったな。いやまあもう本当に見てほしいな、これは映画で見てほしいなっていう風に思います。で一応今回、この劇場でこういったバイオレット・エヴァーガーデンのまあ小冊子みたいなのが配られるんですよ。ちょっとミニ短編の小説かなが劇場版特典でこう配られてます。これ IF って書いてあって、バイオレット・エヴァーガーデン IF ってあって、まあこれはまあ内容といえば別にネタバレにも何もないから、まあもしもディートリヒがギルベルトにバイオレットを押し付けなかったらっていうようなイフのストーリーになっております。結構ね読み応えがあって面白いかな。だからもうぜひとも興味ある方はお早めに劇場に足をお運びくださいといったような感じですね。うん、まあこれ劇場版見た後これ読むとまた感慨深いものがあるよね。なるほどなみたいな、いろんな感情が僕の中で渦巻いておりますけれども、まあまあまあお客もいっぱいいたしね。多分これローランドさん効果なんじゃないかな。ローランドさんが確か最近なんか動画でなんかめちゃくちゃバイオレット・エヴァーガーデンで泣いたみたいな話をしてたので、まあだからその効果なのか、本当に老若男女いろんな方がいました。カップルはくた、そんな感じです。まあそろそろ内容とかについて話していこうと思うんだけど、まあちょっとねネタバレなしで一応見ていくけど、一個も情報を触れたくないよっていう方は一旦ここ戻っていただいて、見た後にこのレビュー僕の感想を楽しんでいただけたらなというふうに思います。まあちょっと内容に触れてもいいから、ちょっと聞いてみたいな、評判聞いてみたいなっていう方はこのまま再生していただけたらなというふうに思います。はい、まあ例のごとくメモを取ってるのでそれを見ながら僕も話していこうかなというふうに思います。まあ全体を通して言えるのは、もう本当に完全に完結編です。もうバイオレット・エヴァーガーデンの物語、バイオレットの物語はここで終わりですっていうのがはっきり示されてる完結編の物語になっております。いやーまずね、まず何はともあれ開幕からぶっ込んできましたねこのもうびっくりしちゃったよ本当に。なんかリアクション取りたかったなって思うぐらい、ええー、っていう風に言っちゃった。うん、まあ言ってはないんだけど、静かにしてたから、ええー、っていう顔にはなってたよね。いやーでもまあこのぶっ込みはずりーよなー。
もうなんか本当にね、全体を通してこのアニメ暴力なんですよ。暴力のアニメ、もう言葉の暴力、感情の暴力、すべてをぶつけて心を揺さぶりに来てる。なんかもうそよ風で、ああ心が揺さぶれて気持ちいいじゃなくて、ぐって心を掴んで心揺れろみたいなことをやってくるタイプの、アニメなので、まあなかなかずるいなと思います。暴力的なまでに人を泣かせに来てるなっていう感じですね。まあファンなら多分もう開幕から食らって泣く人もいるんじゃないかな。まあ一応外伝より後の世界っていう風になってるけど、まあ外伝は見なくてもう全然わかりますね。外伝の内容についてはほとんど入ってないです。はい。なのでまあちょっと DVD、 本当に僕も昨日 DVD を見ようと思ってひたすらツタヤ探しても本当になくて、まあみんなこう借りちゃってない、外伝がない、早く見たいのにっていう人はもう先に完結編見ちゃってもいいと思います。僕はどっちかっていうとやっぱり先に完結編見るべきだったかなっていう風にも思う。そっから外伝見た方がいいわ。はい。まああとはまあ全体的にやっぱりワードチョイスだったり表情だったりの作画が本当に絶妙なんですよ、このアニメって。まあ京都アニメーションさんはもう安心と信頼の作画なんですけど、まあもうやばいよね。人の心を揺さぶることに関してはもう完全に定評を得てしまったっていう感じがするよな。まあ雨だったりの演出だったりとか、もうすごいよ。いやもうすごいよ、本当に。もうそれはね、もう見えるものだけじゃなくて感情っていう見えないものまで作画してるんですよ、このアニメのすごいところって。なんかね、感情はこう生きてるような感じがする。だから悲しいも悔しいも怒りもいろんなものがダイレクトに心に伝わってくるんだよね。読み取るものじゃなくてダイレクトに伝えてくるものだから、すごい。だからこそ心が揺さぶれる、ある種感情の暴力っていう風にだから呼んでるんだけど、そこは本当にすごかったなっていう風に思う。多分ね、僕、おすすめアニメでも、バイオレット紹介したと思うんですけど、これはね、実写化、無理ですね。おすすめアニメの方で僕、実写化いけるんじゃないかって言ってるけど、無理ですね。これは無理だ。人じゃ表現できない部分を、作画で表現してるから、今まで、バイオレット・エヴァーガーデンは、脚本が良くて、こういうストーリーがいいだけで、あんまり京都アニメーションじゃなくても、うまいこと言ったんじゃないかなとも思ったんだけど、これは京都アニメーションじゃなきゃ、ここまで上手に調理できなかったよなっていう風に、思わせられるね。ある程度のレベルには行くけど、この 120% 引き出すのは、本当に京都アニメーションの実力っていう感じがします。本当に京アニさん素晴らしいですね。本当にね、知らない人にも見てほしいんだよ。やっぱり火事の件で京アニさんの名前を知ったっていう人も、ぜひともバイオレットだけでもちょっと見てみて、京アニさんを応援していただけたらなというふうに思っております。いやーまあねー、あとねー、なんかあるかな。後半とか号泣の号泣の号泣ですよ。もうマジ前見えなかったからね。前半はね、ちょっとやっぱりなんかこういつもの京アニっていうか、なんか普段のバイオレットエヴァーガーデンみたいな、ちょっとなんかほのぼのした空気感が進んでいくんだけど、後半に行くたびにガンガン畳みかけてくるから、もう暴力的だよ本当に。もうさ、前半こう薄めた部分をさ、後半に濃縮させて口の中にもう感動しろっつってこうぶち込まれてる感じが、もうマジでたまんないよね、ある種。やっぱり素晴らしいね。素晴らしい。本当に暴力的なんすよ。やっぱりさ、ずるいよ。本当に。いい意味でずるい。こんなの泣くよ、本当に。僕的にはね、やっぱりね、親子、兄弟、兄弟姉妹、愛、死、別れ。僕ね、泣き要素の王道ってこの5つだと思ってんすよ。もうそれを全部入れてる。全部入ってます。だからこそ、どんな人にでも楽しめる。そして、感動できる。素晴らしい作品になってるなと思います。本当に暴力的だよ、こんなもうさ。ずるいよ、本当に。ケーキとカレーとラーメンとステーキと、そんなものをグツグツ煮込んで最高の料理を作っちゃうの。そんなゲテモノみたいじゃないんだけど、ずるいなーっていう風に思う。いろんなとこで伏線を張って、いろんなとこで回収して、いろんな物語がリンクして、もうどんどん効果的に作用して、もう終盤もう号泣、もう、はははは、何よーってなる、本当に。いやー、本当にたまんないんすよ。僕
語るに語り尽くせないよね。だからこそ、こう、言葉で、コメント欄とか全然ネタバレありで書いてもらって構わないんですけど、コメント欄でこう、カタカタやるよりも、もう目の前で対面して、好きな人同士でこう、あそこのシーン良かったよねって語りたくなるぐらい良かったアニメだと思います。そういうアニメだよね。語りたいアニメ。なんか一人でこう、咀嚼するのはすごいもったいなく感じるほど、出来がいいアニメだよ。まあ、本当に見てほしいな。うん。名前だけ見たことあってちょっと興味あるんですけどみたいな人も、ぜひともね、ネットフリックスで配信してるので、ネットフリックスでもう全部見て、そっから映画または DVD で外伝など見て、まあ楽しんでいただけたらなというふうに思います。いやーもうこれで本当にバイオレットとお別れって考えると結構寂しいけど、うん、素晴らしい作品を残してくれてありがとうございました、京都アニメーションさん。本当に、ちょっと、感慨深いものがありますね。はい。最高でした。ぜひとも届いてほしい。京都アニメーションでこういろいろと働いて大変な中、一生懸命こうアニメを作ってくれた人にこう届くといいなと思いながらこうやって動画を撮っております。はい、そんな感じで終わろうと思います。なんかすごいしみじみとしちゃったね。はい。はい、コメント待ってます。なんか、いろいろとコメント待ってますね。なんか、別にコメント欄に関してはネタバレ、僕全然 OK だと思ってるので、ネタバレ嫌な人はわざわざコメント欄まで見ないっていうのもあると思うんで、まあコメント欄は、ガンガン、ガンガンでもないけど、まああのシーンが良かった、このシーンが良かった、このシーンで泣いたとか、全然いろいろと具体的に教えてくれたらと思います。いろいろ語り合いましょう。以上、ヴァイオレット・エヴァーガーデン、映画レビューでした。バイバイ。